名古屋クロスコートタワーは愛知県名古屋市中村区名駅にある高層オフィスビル。中部経済新聞社、名古屋鉄道、東和武道産の3社による中継ビル及び第2中継ビルの再開発計画で2012年7月10日に竣工した。1階と地下1階は商業ゾーン。1階では セブンイレブン名古屋クロスコートタワー店と名古屋駅前の登山用具専門店、駅前アルプスが営業を行っている。地下1階では飲食街の地下町ラウンジが2012年7月27日に開業した。2階から17階はオフィスゾーンとなり、中部経済新聞社の本社などが入居している。中でも地下町ラウンジは中部経済新聞社が運営しており、 名駅近くのちょっと裏、私の行きつけがテーマ。隣接する愛知県産業労働センターや名古屋駅、ミッドランドスクエアと地下道でつながっているほか、11のカフェやレストランが出展している。なお、名称のクロスコートには、様々な人が行き交うと、中庭の意味が込められている。また、第2トヨタビル建て替えプロジェクトに伴い、跡地に、 豊田通商及び豊か通りグループが入居するシンフォニートヨタビルが建設された。これらの塔は武道産単独所有ビル4棟を地下で結び、天候などに左右されず、人々が回遊できる地下通路、地下環状ネットワークが同ビルにも設置された。ありがとうございます。